皆さんこんにちは。ドラム講師の森田亮太です。今回、この動画レッスンでは、16ビートというものをやってみましょう。16ビート。一体どういうものか、一度やってみます。これの、まあ、体の動かし方ですね。まあ、その体の動かし方を、まあ、やっていく前に、このハイハットワークですね。両手でハイハットを叩く。これが、まあ、なかなかこう、うまくいかないというご相談をよくいただくんですが、それの、まあ、一番やりやすい、やり方としては、体の向きなんですね。向きを、できるだけハイハットの方向に向けて、ここで、この8の字を作るようにしましょう。だし、ドラムセットに座った時に、まあ、自然と、スネアドラムの方向を向いて、8の字を作る状態になると思いますが、もうそのまま体の向きを横にずらして、そのまま、ハイハットを叩くようなやり方をすると、やりやすくなると思います。なので、こっちの正面を向きながらハイハットを、左手がかなり動かしづらくなると思うので、なので体を目いっぱいハイハットの方に向けて一度やってみてください。そして、まあ、この16ビート16ビートですね、の体の動かし方なんですけど、まずは、まあ、8ビートと感覚的には同じような感じです。8ビートをまずは片手でやってみましょう。この、言うたらまあ、片手でやるときに、もう、すでにハイハットの方に、体を正面に向けてやると、やりやすくなると思います。そして、まあ、ハイハットの、今の、8ビートをする感覚のまま、まあ、16部で、右手が入れれると、やりやすくなってくると思います。なので、感覚的には片手で、8ビートをする感覚のまま16部を叩いてやってみてください。この時に、まあ、バスドラを2発入れると少しこの左手がつられてしまうかもしれませんが、まずはまあ一発ですね。一発だけで、体を鳴らしていって、そして、まあ、どっちかというと、その、なんでしょう、ハイハットのこの16部を無意識に、あんまりもう意識せずに、叩いた上で足を増やしていけるのが多分一番つられずにいけると思うので、ぜひ、体が完全に16ビートに慣れていくまで、まあ、一発で、チャレンジをしてみてください。感覚的には片手で8ビートをするような感じです。といった感じで今日のレッスンは終わります。さよなら。